は、アウトドアファミリーです。今回はコスカ飯ということで、まず調理するのはこちら、アランチーニです。こちらは開けてみると、じゃーん、直径約6センチほどのライスコロッケがトマトソースと一緒に入っています。こちらも出来上がっているので、この蓋を取ってアルミトレーのままオーブンで180度約40分加熱していきます。それではライスコロッケを温めてる間にパスタを作ります。で、今回のパスタなんですけど、これもコストコで購入してきたビビゴの本格プロの味、プルコギのタレです。で、これをパスタのソース代わりにしても美味しいんじゃないかなと思って今回作ってみます。材料はこんな感じで用意しました。ということで、今夜のコストコ飯完成です。まずはこちら、ビビゴのプルコギソースを使ったパスタ、ライスコロッケです。そして野菜スープもあります。それではいただきます。いただきます。やった、すごい美味しそうだね。美味しそう。じゃあライスコロッケ取ろうか。ティリカにパスタとかあげる。じゃあパパスープ飲む。よいしょ。うん、あ、体に良さそうな味。体に良さそうな味。下手だな。おこんな感じ。おなんかいろんな湯気でなんかすごいことなっちゃってる。おなんかご飯が結構みっしり入ってる。みっしり入ってる。味のついた感じのご飯が結構入ってますね。食べたことない味ですね、はい、食べたことない味、うんうん、あーですね、うん、なんかこれが本格のライスボール、ライスコロッケ、ライスコロッケなのかな。うーん、俺は分からないけど食べたことない味だね。うん、食べたことない味、うん、初めて。なんかイタリアンのお店とかで、うん、ライスコロッケゆかりん好きで、うん、よく食べたりするんだけど、ああそうなの、うん、そうそう、あ俺食べたことないから分かんないんだけど、どう、そう、なんか違う、何なんだろう、あんまり食べたことない感じのライスコロッケだから、うん、本当に本場なのかな、これが。なのかよく分かんないけど、うん、そういうこと。なるほどね。トマトソース酸っぱいね、ちょっと酸味がある、うん、そんな感じ、ね、うん、これいただきます。これ何だっけ、プルコギソース、プルコギソースで作ったスパスタ、うん、どう、うん、グッドですね。グッドですか、うん、やっぱり、うん、プルコギのソースだからちょっと甘め、うんうん、は甘めなんだけど、この鷹の爪、うんうん、を入れてあるからそこにちょっと辛みのアクセントが入ってて、うんうん、これはこれでパパ良きだと思います。美味しいです、うん、あ、美味しい、うん、美味しいです、すごくこれ良きだと思います、うん、あ、美味しい、よかった、ねうんうんうん、なんか、うんうん、醤油パスタ作ったけど、うんうん、その中でも一番かもしれない、うん、うまっ、うんうんうん、あ、美味しい、うん、まっまっ、いいよいいよね、うん、まあ、美味しいね、グッドグッド、うまい、うん、うわ、健康な味がする、うん、体にいい味がするよね、うん、これぐらいの薄さがちょうどいいよね、うんうん、
あんまり多すぎてもさ、うんうんうん、他のもので塩分取るし、うん、そうなんだよね、うん、小さい頃からディズニー系のアニメが好きで、うん、アニメじゃなくてもディズニーが好きで、うん、でランドとかシーももちろん好きなんだけど、うん、アニメあるじゃん、例えばアリエルとか、うん、リトルマーメイドとかさ、うん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 、そういう映画、うん、好きでさ今でもよく見るのよ。うーん、その中でもやっぱりラプンツェル好きで、知ってるラプンツェル、ラプンツェル髪の毛伸ばして伸ばして、うん、髪の毛ほどいて、いや、わかんない。そんな感じのアニメがあって、うん、でこの間見たのね、うん、夜少し見ようと思って見たらやっぱり面白くて、本当好きなんだ。好きなの、ちっちゃい頃からよく見てたよね。そう、ちゅうかディズニーランドはすんげーよく、 C も行ったけど、うん、でも C ができたのって遅いじゃん。そう、遅い。うちが子育てしてた時、うんうんうん、どれぐらいの時できたの？中学生ぐらいになってからも、小学生、うん、小学生か中学生ぐらいの時だろうね。ねえ、なんかもう、うん、もうランドはさ、当然のことながら、うん、ねえ、うん、ゆか生まれた時からもあるし、うん、そう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 、当然ゆか、ゆたも生まれた時からあるから、そうそう、もうベビーカーをして、うん、ねえ、うん、そう。ゆかなんかもほんとちっちゃい頃から、うん、そうそう、生まれて何ヶ月の頃から行ってたよね、1歳ぐらいから、うん、6ヶ月半年ぐらいからか、うん、6ヶ月ぐらいからもディズニーで、うん、そっからというものすごい行ってたよな、うん、てた、年間パスポート買ってた時もあるし、うん、すごい勢いで行ってたよ。ゆうたも行った記憶あるでしょ、よく、うん、うん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 、でもね、うん、めちゃっこ行ったっていう記憶はないんだ。あ、ほんと、うん、バズ・ライトイヤーとかさ、うんうん、いろんな、でもユータなんかちっちゃかったからな。あ、うん、そうなんだよ、ユーチュンちっちゃかったからね、ユーチュンちっちゃい頃から絶叫系とか苦手だったから、うんうん、だからあんまりね、うん、乗らなかったよね、うんうん、ディズニーランドはね、カメラ持ってくと面白いんだよ、うん、とにかくよく行ってたよな。なんだろうね、もうディズニーのさ、ランドだとワールドバザール、ワールドバザールのところを通り抜けるときが、うんうん、うわぁ、ディズニーランド来た、そう、こっから夢だみたいな感じで、シンデレラ城がボーって出てくると、来たっていうところから、うん、もうあっちゅう間に夜になって、うん、あ、もう帰んなきゃいけないんだ、うん、みたいな感じになる。うん、本当。電池の切り方がすごかったもんな。もう100か0かって感じだったもん。わーって楽しい楽しいって、もあのワールドバザーに戻ってくるとカクーンってもう落ちちゃう。そうだよね、ほんとね。だからいつもリュウカのこと抱っこしたりとかおんぶしたりしながら、いつももうワールドバザーのこっくるとカクーンってもう電池が切れちゃう。ほんとだよね。そう、そうするともう抱っこっつって抱っこしたらもうそのままもうカクーンって寝ちゃうみたいな。そうそう、うん、俺はパレードになるとユータのこと肩車してさ、よくパレード見てたこともあったし、うんうん、そうだね、うん、あとカメラ好きだった時、うんうん、はこんな白いレンズくっつけてさ、うん、バカみたいなシステムでこう撮ってるとさ、うん、やっぱりパレードの時のさ、あのお姉さんたちがさ、ちゃんと目線くれてさ、うん、止まってくれたりとか一瞬さしてくれるのよ。だからパン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 とか撮ったりとか、うん、やっぱカメラ見てるんだろうね。すごいね、あのキャストのパレードのね、うん、キャストの人たちも、うん、必ず目線くれる人は目線くれてさ、うん、結構だからいっぱいあるよその写真が、うんうん、だからなんか中に載せるのかなって思ったから、うん、素人じゃなくて、あ、プライベートじゃなくて、だから、うん、あの腕はどうであれね腕はどうであれあの持ってるシステムがあのもうプロみたいなやつだったから、うんうん、腕はどうであれねこう取材の人なのかなみたいな、そんな多分感じでこう、うん、目線をくれるのかわかんないんだけど、うん、そうなんだろうね多分ね、うん、家族のファミリーで来てるただのお父さんがやってるって感じじゃない確かにそうだよね。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。コストコ飯美味しかったです。ピラピン、ピラピン。それでは
バイバーイ。